こんにちは。今日は子供用のエプロンを作っていきます。サイズが150から160サイズです。肩紐が H 型になっていて、上からすっぽりとかぶるタイプになっています。ウエストはゴムになっていますので着脱がしやすいです。肩紐がずり落ちないように背当てをつけてお作りしています。肩紐の頂点から裾までの長さが約89センチです。エプロンですのでパーツは多いですが、最後まで作れるように丁寧に解説しておりますので、ぜひ動画を見ながら一緒に作ってみてください。その他のサイズのエプロンの作り方や、三角巾の作り方も別の動画をアップしておりますので、概要欄をご覧ください。材料です。縦が79センチ、横が80センチのオックス生地が1枚。柄に向きがある場合、こちらが上になるように生地をカットしてください。縦が10センチ、横が54センチのオックス生地が2枚。こちらが肩紐になります。縦が10センチ、横が16センチのオックス生地が1枚。こちらが肩紐の背当て部分になります。縦が8センチ、横が24センチのオックス生地が1枚。こちらがウエストのゴムベルトを包む生地になります。2センチ幅のソフトゴム、14センチにカットしたものを1本。こちらがウエストゴムになります。縦が23センチ、横が18センチのオックス生地が1枚。こちらがポケットになります。 1.27 センチ幅の両折れタイプのバイアステープを90センチ準備してください。バイアステープがない場合は余り布を使ってバイアステープを作ることもできます。斜め45度の生地を 2.2 センチ幅にカットして作ってください。詳しい作り方は別の動画をアップしておりますので、概要欄をご覧ください。まずエプロン本体にチョコペンで印をしていきます。今回ダイソーさんの時間が経つと消えるチョコペンを使用しています。こちらが80センチの辺になります。生地を中表で半分に畳みます。こちらの輪になっているところから11センチの位置に印をします。今度はこちらの角から22センチの位置に印をします。それぞれ印をした位置からまっすぐ線を引いてください。こちらの端から10センチの位置に印をします。次にこちらの角から斜め45度 7.5 センチの位置に印をします。こちらの11センチの印から 7.5 センチの印を通って10センチの印の位置まで緩やかなカーブを引いてください。この斜めの線に沿って生地をカットしてください。こちらの余った生地を使って見返しを作っていきます。上から5センチの位置に印をします。線に沿って生地をカットします。こちらの上の部分と先ほど裁断したエプロン本体のこちらの上の部分を合わせます。はみ出たところにチョコペンで印をします。チョコペンの線に沿って生地をカットします。
見返しの完成です。見返しの下の部分にジグザグミシンをかけてください。ウエストのゴムベルトを作っていきます。裏面を上にして半分に畳んでアイロンをかけていきます。一度開いて端から1センチ折り返してアイロンをかけていきます。反対側も同様に端から1センチ折り返してアイロンをかけていきます。両端を1センチずつ折り返した状態でさらに半分に畳んで待ち針で留めます。端から2ミリの位置でそれぞれ縫っていきます。端から2ミリでそれぞれ縫っていきました。次にゴムをこちらの生地の中に通していきます。ゴム通しがある方はゴム通しを使っていただいて、ゴム通しがない方は安全ピンを使ってゴムを通していきます。ゴムの片側に安全ピンを通します。反対側のゴムの端にはゴムが生地の中に飛び込んでしまわないように待ち針を留めておきます。ゴムを通していきます。こちらのゴムの端とこの生地の端を合わせて待ち針で留めます。反対側も同様にゴムの端とこの生地の端を合わせて待ち針で留めます。端から5ミリの位置でそれぞれ縫っていきます。端から5ミリの位置でそれぞれ縫っていきました。ポケットを作っていきます。上の辺を除いて3辺にジグザグミシンをかけていきます。ジグザグミシンで縫っていきました。裏側を上にしてポケットの上部を3センチ折り返してアイロンをかけていきます。一度開いて今度は1センチ折り返してアイロンをかけていきます。1センチ、3センチのアイロンの線で折り返して待ち針を留めます。端から2ミリの位置で縫っていきます。ポケットの上部を縫っていきました。次に3辺をそれぞれ1センチ折り返してアイロンをかけていきます。ポケットはお好きな位置に配置してください。今回は横から17センチ、下から27センチの位置に配置しました。ポケットの位置が決まったら待ち針で固定します。ポケットを端から2ミリで縫っていきます。ポケット口は補強のために三角形に縫っていきます。
続けて肩紐と背当てを作っていきます。まず背当て部分の生地を裏側を上にして半分に畳みアイロンをかけていきます。一度開いて両端を1センチずつ折り返してアイロンをかけていきます。両端を1センチずつ折り返した状態で半分に畳み、待ち針で留めます。端から2ミリの位置でそれぞれ縫っていきます。端から2ミリの位置でそれぞれ縫っていきました。背当て部分は完成です。続けて肩紐用の生地を裏面を上にして半分に畳み、アイロンをかけていきます。一度開いて、両端を1センチずつ折り返してアイロンをかけていきます。両端を1センチずつ折り返した状態で半分に畳み、待ち針を打っていきます。もう1枚の肩紐用の生地も同じように作ってください。2本の肩紐に待ち針を打っていきました。続けてこちらの肩紐と最初に作った背当てを縫い合わせていきます。肩紐の下から20センチの位置にそれぞれ印をします。先ほどの20センチの印をした位置の上に背当てを挟み込みます。生地の端が1センチ入るようにして重ね、待ち針を打ちます。反対側も同じように印をした上に背当てを挟みます。1センチほど内側に入れるようにして挟んで待ち針を打ちます。この状態で端から2ミリの位置で肩紐を縫っていきます。こちらも端から2ミリの位置で肩紐を縫っていきます。端から2ミリの位置でそれぞれ縫っていきました。ここが長い方が前で、ここが短い方が後ろになります。端から1センチの位置にそれぞれ印をします。1センチの印の内側に肩紐の前側を合わせて待ち針で留めます。こちらも1センチの印の内側に肩紐を合わせて待ち針で留めます。端から5ミリの位置で肩紐を仮縫いします。端から5ミリの位置で肩紐を仮縫いしました。次にこちらの端から3センチの位置にそれぞれ印をします。この3センチの印の内側に肩紐の端を合わせて待ち針で留めます。この時に肩紐はねじらないように同じ方向を向いたままで
3センチの印の位置の内側に合わせて待ち針を留めます。反対側も同様に、この端から3センチの印の内側に肩紐をねじらないように同じ方向を向けた状態で合わせて待ち針を留めます。それぞれ端から5ミリの位置で肩紐を仮縫いします。エプロン本体に肩紐を取り付けていきました。この状態ですと折れ曲がっていてちょっと分かりにくいんですが、ひっくり返していただくと後ろにひっくり返していただくとこのようになっています。次に見返しとバイアステープを取り付けていきます。最初にジグザグミシンをかけておいた見返しを中表にしてエプロン本体に合わせて待ち針を留めます。次にバイアステープを取り付けていきます。バイアステープの裏側を上にしてこちらの端から合わせて待ち針を留めていきます。この見返しにバイアステープを約2センチほど重ねてカットします。反対側も同様にバイアステープを裏側上にしてこちらの端に合わせて待ち針で留めていきます。こちらもバイアステープをこの見返しに2センチほど重ねた状態でカットします。まずこちらの端から5ミリの位置でカーブを縫っていきます。端から5ミリでずっと縫ってきてここまで来ましたら上から1センチの位置でまっすぐ横へ縫っていきます。そしてここまで来ましたら今度はこちらの端から5ミリの位置でカーブを最後までずっと縫っていきます。縫い代5ミリ、縫い代1センチ、縫い代5ミリで縫っていきました。次にこの余分な角を落とします。この時に間違って糸を切らないようにカットしてください。バイアステープをアイロンで反対側に倒します。
そしてエプロン本体をひっくり返して、今度はこちらの端から5ミリ折り返してアイロンをかけます。そして5ミリ折り返して、今度はこの最初のミシンの線でさらに折り返して待ち針を留めます。このようになっています。反対側のバイアスも同じように処理します。最後に見返しをひっくり返して、バイアステープの端は折りたたんで見返しの中に入れ込んでください。上からアイロンで押さえます。待ち針で留めます。こちらの端から2ミリの位置でカーブを縫っていきます。見返しのところまで来ましたら、そのまま上に縫い進めてください。そしてこの上の端まで来ましたら、今度はこちらの端から2ミリの位置で横へまっすぐ縫っていきます。そしてここまでたどり着きましたら、今度はこちらの端から5ミリの位置で下に縫い進めてください。そしてこのバイアスのところまで来ましたら、こちらの端から2ミリでバイアステープを最後まで縫っていってください。カーブの処理が終わりました。バイアステープはこのようになっています。次に脇を2センチ折り返してアイロンかけていきます。一度開いて、今度は端から1センチ折り返してアイロンをかけていきます。
センチ、2センチのアイロンの線で折り返して待ち針で留めます。反対側の脇も同じように処理していきます。最初に作っておいたウエストゴムをこちらに挟み込みます。ここの部分は生地が折り重なって分厚くなっているので、このバイアステープの下のところに挟み込みます。折り返した状態でウエストゴムを挟んでクリップで留めます。そしてこちらの端から2ミリの位置でウエストゴムごと脇を縫っていきます。次にこのウエストゴムを反対側に倒して、そしてゴムの上からここを縫い留めていきます。このようになっています。こちらを縫っていきました。次にこのウエストゴムを反対側の脇に挟みます。こちらの端から2ミリの位置でウエストゴムごと縫い留めていきます。次にゴムを反対側に倒します。このような状態になります。そしてこちらをウエストゴムと一緒に縫い留めます。脇をウエストゴムと一緒に縫っていきました。最後に裾の処理をしていきます。裾を3センチ折り返してアイロンをかけます。一度開いて今度は1センチ折り返してアイロンをかけます。この1センチ、3センチのアイロンの線で折り返して待ち針を打ちます。こちらの端から2ミリの位置でまっすぐ縫っていきます。
完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。